天満チャンネル健康と人生のお悩み解決大作戦。ゲストの方に来ていただきました。ありがとうございます。その前にですね、いつものようにトレイルフレッシュのご紹介を。このお部屋はですね、トレイルフレッシュというオゾンが発生する機械を使っておりまして、安心安全の場所からお届けしております。ということでですね、はい、今日はですね、かっこいいでしょ、うん、ありがとうございます、ね、すごい素敵なんですよ。私たちのね、全ノアのもうトップリーダーの方に来ていただきました、うんうんうん、素晴らしい。はい、坂田仁先生ですね。はい、はい、もう見ての通りね、すっごい元気見ての通りですか、はい、今の見ての通りもうね、そう、先ほどから、はい、あのお話をお伺いしてたら、もうね、子供の頃から元気そうね、もう明るい人生をそのまま自由に送ってらっしゃったっていうのがね、よーくわかる棒倒しのお話でしたね。そうですね、やりましたね。中学の頃はあの棒倒しで流血騒ぎを起こしたという、はい、やりましたね。ちゃんと仕込んで、ね、仕込んでやりました。なるほどね、はい、それまでは棒倒しがもうとにかくその当日まではみんなで静かに静かにやろうと、静かに静かに、ダメになったらダメだから、ね、ダメになったらダメだから、そう、お前ら殴っちゃダメだよとか言われちゃいけないので、うん、いけないから、うん、先生たちの目を欺いて欺いて静かに静かにやって本番でバッキバキに流血になりましたというですね、やんちゃな人生を自由に中学の頃から謳歌されている、はい、坂田先生ですけれどもですね、はい、今日はですね、人生の成功術、うん、はい、ちょっとスライドいただいても大丈夫ですか。ということで、自分のフィールドを駆け抜けろ。もう要するにちっちゃい頃から駆け抜けてらっしゃるんですけれども誰でも自分のフィールドを駆け抜けろ。じゃあどうしたらいいのかっていうところね、うんうんうん、あのコロナでいろいろあるじゃないですか、ありますよね今ね、うん、で今やっぱりほら、ライフワークを考えなくちゃいけないとか、うんうんうん、副業をやらなくちゃいけないとか、うん、自分で起業しなくちゃいけないとか、うん、もういろんな、もう100歳まで生きるんだからとか、うん、もうねちょっとね、はい、分かってるよ状態になってもうねそう、もういい、もう分かってんだけど、じゃあどうすんのよっていうところをですね、はい、今日はですね、この自由に生き抜けている坂田先生にここっつって教えてもらいますので、はい、どうぞ坂田先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、早速なんですけれども、坂田先生のちっちゃい頃ね、はい、もっともっとちっちゃい頃なんでね、結局ね、あの経営者を目指されるようになったんですけど、うんうんうん、じゃあどんな子だったのかな、なんでそんな風に思ったのかなっていうところからちょっとお話を ね、 子供時代のね、伺ってみようかな、はい、と思うんですけれども、そうですね、そうですね、まあ、はい、そもそも多分そこが本当に始まりかなと思ってるんですけど、たまたまなんですけど、私その父方と母方の祖父母ですよね、が、まあ、じいちゃんおばあちゃん、はい、あの、うん、真逆の人生というか、真逆、はい、リアル金持ち父さん貧乏父さんをしてたんですよ。はい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 、で、はい、父方の方はもう普通にサラリーマンをして、はい、定年まで勤め上げてみたいな、うん、で老後はもう
家にこもって、はいはいはい、で近所の子供たち助けてみたいな、はい、別に貧乏お父さんでもない、まあ、貧乏ではないです、はい、貧乏ではないですけど、はいはいはい、まあ普通のサラリーマンっていう感じですよね、まあまあ、でも母方の方はもう代々のもうなんていうんでしょう、もう地主さんだったので、うん、なるほどなるほど、地主さんだったんですね。そうですね、はい、地主さんでしたね、うん、それでまあ特にあの母方のおばあちゃんですよね、おばあちゃんは、まあ、そこのなんていうずっと継いできてる人たちだったので、もう自分でお店というか経営をしてる。なるほどね、まあ、もう根っからの。そうですそうです、う特に温泉を経営されしてたんですよ、うんうんうん、すごいですね。そうなんです、もうそこでずっとね、もともと銭湯やってて、まあいろんなことがあってお湯使えなくなって、じゃあ掘ったら温泉が出てきたみたいな感じだったんですけど、なんとお湯、そうなんです、はい、でそれで温泉を経営してて、うんうん、でおじいちゃんおじいちゃんで、うんうん、まあその同じところで今度は不動産を経営されてて、不動産業をやってて、バッチリじゃないですか。そうなんです、バッチリ、はい、でそれでいたので、もう要するに経営者として、うん、なんでしょう、まあ、自由に生きてたんですよね。うん、うん、なるほど、はい、だからその例えば子供たち、子供、私の子供時代とかは、はい、おじいちゃんたちが、うん、まあ、一族全部を連れて、うんうんうん、あ今のちょっと前ですね、あの一族全部を連れて旅行に行くとか、はい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 、でもそれも全部おじいちゃんおばあちゃん出しなんですよ。いや、かっ これが父方の方ですね。あれ見え、あ、はい、ですね、これがあのサラリーマンのおじいちゃんおばあちゃん、かっこいいおじいちゃん、サラリーマンのおじいちゃんおばあちゃん、そうですね、おじいちゃんですか、はいはいはい、ねえ、まあこれ多分これね、うんうん、それこそ定年のお祝いの旅行の時ですね、の写真なんですけど、まあ、これを持ってちょっと聞きしたって一流企業の、うん、まあそうですね、技術屋さんでしたね、エンジニアさんですね、はい、なので、ね、まあそういう意味ではその当時ちゃんとお勤め仕上げたので、うん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 、年金とかも結構もらってたんです、うんうんうん、ちゃんともらってた方だと思うんですね、はいはいはい、だからこうなんていうんでしょう、もう老後はこういうふうに送るよとかっていうのの姿は見えてたんですよね、うん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 、でもう一個前のやつ、はい、これはそれこそ母方の一族なんですよ。あ、そうなんです、ね、で真ん中にいるのがちょっと車椅子乗ってるんですけど、これが、はい、お祖父ですね、おじいちゃん、かっこいいおじいちゃん、おじいちゃんお祭り、ハイカラのおじいちゃんですけど、ハイカラのおじいちゃん、これね全部一の親族なんです。あ、近所の人じゃなくて、でも全部一族です。こうやってお祭りになると集まってくるわけですか。はい、でなんでかっていうと、後ろの出汁を祖父が作ってるんですよ、はいはい、え作ってるって、はい、これ作ったの祖父なんですよ。作ったってこと、うん、そう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 、トラック、こあの壊れたトラックを買ってきて、その上にこうやってあいつけて、菅原の道真公をやって、これを子供たちに引かせて、お祭りをこれから今日から明日、今日明日やるよっていうのをこう練り歩くんですよ。え、これ地域のお祭りさんかってことですか。そうそう、老人会の会長さんとかやってたんで、はい、あ、やることがそう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 、すごいですね。あれ菅原の道真公、そうです、あの上に、あの勝手にですけどね、はいはい、勝手に勝手に作ってるんですけど、なるほど、はい、なるほど、すごい、そうそう、こういうことを自由にやる祖父母だったんですよ。あ、なるほどね、はい、でこれも実はその後ろのマンション、アパート違いますけど、ここが祖父の家なんですよ、はい、あ、この手前の左側の、手前のところ、はいはい、でそこのところに泊まって、はい、で聞いてくれた子供たちにお菓子とかアイスとか配って、はい、してたんですけど、あ、むちゃくちゃ楽しそう、参加したいもん、はい、あそこにね、はい、でこれを僕はもう子供の頃、うん、それこそ僕は超、うん、もう一番最初の孫だったので、あの出汁を立ててるところからも見てるんですよ、ね、はい、でそういう姿を見た時に、こんな自由に生きてていいの、いいのか、はい、そうなんですね。そうなんです。で、その父方の方はもう本当に普通のサラリーマンで定年だったので、まあそれがそのさっきみんな貧乏父さんに言いましたけど、うんうん、別にそんな貧乏ではなかったんですけど、うんうん、どちらかというとこう本当にもう老後を送ってたわけですよね。ね、静かに。はい。こっちはっちゃけてるわけですね。これやりたいことやっちゃうぞみたいな。そうそうそう、そうなんです、はい。祖父、これ多分ですね、4年前ぐらいの写真なんで92とかの写真なんですけど。92。はい。92歳の時のおじいちゃんなんですけど、もうそういう、なんていうんですか、現役、あの、まあ、この頃はちょっともう全然動けなくなってましたけど、定年ないので、すごい、それはすごい。ずっと現役でこうやって、もうこう、地域に貢献してみたいな、どっかにあると顔出して、みんなで、あ、久保井さん、久保井さんみたいな感じで言われてとかっていうのを見てたので、どっちの人生の方が楽しいんだろうなって思った時に、こっちの人生を、別にその、父方が、ね、悪いとかじゃないと思うんですけど、悪いじゃないと思うんですけど、こうやって一族に囲まれてね、で、なんかあると一族総出でこうなんかやってっていう、この人生って楽しいなって
楽しい思ったんですよね。なんか首にこうなんか鉢巻きですか、あれなんですね、あのタオルですけど、タオルですか、それこそ温泉屋さんだったので銭湯タオルをみんなで持って配って、はいはい、でこれ夏なのでみんなでね、やったりとかしてましたけど、あでも人生っていうのも人生のなんかこう指標じゃないけど、そうですね、だから始まりは本当にこれを見てて、あどういう人生を、まあ、いろんな人生がある中で、まあ、本当に極端な、いわゆるその、ね、ロバート清崎が言ってる金持ちお父さん貧乏父さんっていう、お金に動いてもらうのかお金に支配されるのかってなった時に、こっちの生活すごくいいなと思ったんですよね。すごい下町的な、いやちっちゃい時って、どのくらいですかね、それ意識したのって。いやでももうその小学校の時には、思ってた。思ってましたね。だってそのすごい、私おばあちゃんをデートに誘ってたので、はい、おばあちゃんデートに行こうって言って、でなんでって言われるまでもなく向こうもなんか買ってほしいんだろうって言ってくるっていうね。はい。でもそういうのをおばあちゃんもおばあちゃんでまあハイカラな方だったので、はい、なんでしょう。新しい最新スポットとか行くの好きだったんですよ。だから僕連れてくよって言って、でお出かけ一緒にしてあげて、そうするとありがとうって言って、まあ服買ってもらったりとか、なんか欲しいおもちゃ買ってもらったりとかっていうのをしてたんですよ、ね。なるほどね。そういうのが自由にできる生活っていうのを目の当たりに本当にしてたので、なるほどね。小学校の頃から。おばあちゃんをデートに、ね、悪いやつですよね。すごいですね、計画的、計画的にやってましたね。そうですね、計画的ですね、その頃から計画ばっかしとっちゃう。そうですね、さっきのボーターオフシもですけど、はい、そうですね、はい、そうか、そこにね、仁先生のルーツがあると。で、そうですね、それからあれですよね、この世界に大学の頃にはもう行く道を決めていたっていう。そうですね、はい、大学生になった時に、実はそのずっと私野球をやってたので、はいはいはい、はい、で野球の写真とかあるかな、野球やってたので、かっこいいのありましたよ、はい、で野球をやってる中で、これですね、そうです、かっこいいですね、はい、これはもうついこの間ちょっとひどい時期ですけど、まあ、スポーツをやってるから、うんうん、やっぱり健康に気をつけないよっていうことは私自身も意識してましたし、周りからも言われている中で、やっぱりそのネットワークビジネスってどうしてもその健康食品が多かったりとかすると思うんですけど、それで誘われたんですよ、大学生の時に。大学生の時に誘われました。まあその時はそのビジネスがどの頃じゃなくて、あくまで健康のためにということで誘われてたんですけど、でその中で、まあ、私個人としては、まあ、大学生だしビジネスはどうのこうのっていうのはないけど、まあ、商品については聞いてみたいからっていうんで説明会に行ったんですよね。そしたらそのビジネス形態みたいなものを教わった時に、あれこれはもしかしてその、ね、母方の祖父母がやってるような生活に近いんじゃないかっていうのをすごく思って、あだったらこれは面白そうだなというのをもうその大学生の時には思ってましたね。すごい早いですね、はい、すごいですね、そうか、そしてじゃあこの辺りかなっていうふうに決めて、社会人になってすぐに会社に入社されるんですね。そうですね、僕その時にはだからまあそれまでも本当にいろんなご経験をさせていただいて、まあ、今でもちょっと縁深いんですけど、行く前のに戻してもらえると、はい、佐藤裕二さんというのが、はいはい、若いんですよ、若いですね、これね、若い、すごい若い頃、映画に出てきそうな、なんかでもね、二人ともかっこいいですね、俳優さんみたいですね、黒いね、これあれなんですよ、それこそその私たちがじゃあそういうふうにどうしようかというふうな、はい、僕なんか特にその進路をねこう考えてる時に、まあたまたまご縁があって、まあ裕二さん含め、私が行った先の会社に皆さんいたんですよ。で私は最初そういうのをあまり意識してなくて、ただ単純に卒業した時にどっか入社しなきゃなぐらいに思ってたら、知ってる人がいっぱいいたので、あなんだこの会社っていうふうに思ったら、まあその時にゆうじさんが、お前何暇してるんだったら一緒にやらないっていう感じで声かけてくれて、でその時は一回サラリーマンにだからなってるんですよね、サラリーマンで一回、はい、会社の方のスタッフとして入社をしました。なるほど、どうだったんですかその
会社にサラリーマンとして入ってこう働くっていう、そうですね、僕自身はその働くことが嫌いじゃないので、うんうん、仕事自体は面白かったですし、嫌いじゃなさそうですねそうですね、バリバリちゃい、何やってもいっちゃいますよね。そうですね、結構いろいろやらせていただいたし、まあ、上司が佐藤裕二さんっていうのもあったので、まあ、かなりこう自由にいろいろやらせていただきました。佐藤裕二さんって、ね、ご存知ないけど、この人もバリバリいっちゃいます ね、 バリバリですね。どうすんですか、こんな2人が並んでてっていうガンガン、はい、さらに倍みたいな。そうなんですよ。でも僕は本当に自由にやることも、いいよいいよやれやれって言ってくれたっていうのもあるので、こうガンガンやらせていただいたんですけど、サラリーマンだなと思ったのはその次の契約の時だった。1年やって給料いくらねっていうふうに言われる時に提示してもらった金額が、あれっていう、こんなもんこんなもんって思ったんですよ。あれどうしたのかな、うん、すごい一生懸命やって、はい、で、まあ、本当に立ち上げの時にやらせていただいたので、うん、もうそれこそ新職をみたいな感じでやってた中で、あれって思って、うん、どうしたみたいな、うん、あ、これはこれはサラリーマンかと、なるほど、ね、いうのをすごく感じた、はいはい、なるほど。だけどあれじゃないですか、立ち上げで上り調子だったから、まあ、売り上げも立ち上げの時期だからまだ、うん、すごく良かったと思います。あ、良かったんですか。良かったと思います。あの時良かったんです。決して悪くなかったんです。そうだったんです、はい、だからこそなおさら、あれサラリーマンってっていう風に思ってたんです。そうか、ここでまたあのみこしがこうチラチラチラって出てくる、あのおかしいぞと、はい、出汁を引っ張ってる俺は何だったんだろうみたいなね、あの時の感動は何だったんだそうですそうですっていう感じですね。そうですそうです。で、そういう風にしてる時に、まあ、ちょっとご縁もあって、はいはいはい、あの新しい会社が立ち上がるよっていうのを言った時に、うん、それこそ、まあ、はい、ゆうじさんどうだろうねっていう相談をしたら、うん、行ってこい行ってこいと言っていただいて、これはちょっと違うやつですけど、まあ、いつもこんな感じで相談します。いつもこんな感じで相談します。で、さっきの写真はその新しい会社に2人して移った時にアメリカの方で、あの、なんですか、会社概要か、会社概要を作るからその写真撮るよって言われて撮ったのがこの写真なんです。なるほど、はい、だからこれ日本で撮ってる写真じゃなくて向こうで撮ってるんです。アメリカですね、はい、だからこんな感じなんです、うん、ちょっと日本語みたいなこうカチカチな感じじゃなくてふざけた感じで撮ってるんですけど、なんかユニバーサルっぽいですよね、なんかねちょっとね、そういう感じで、もうこの時も笑え笑えって言われて、なんでお前らそんなに笑わないんだって言われたっていうね。でも2番目もやっぱり会社に、最初は会社のスタッフでしたね、うんうん、でもそっちに行った理由っていうのはすごく良くて、 その時の、役員たちと、うんうんうん、まあ、面接をさせていただいて、はい、その時の役員が言ってたのがもう僕の中ですごく感動したんですけど、うんうん、あの彼は、まあ、日本人ではないと、アメリカ人だよと、うんうん、でアメリカとか海外のマーケティングについては僕はよく知っているけれど、うんうん、日本については日本語も喋れないし、うん、ましてや日本に住んだこともないし、うんうん、正直全く分かんないと、だから全部お前に任せるよって言ってくれたんですよ、うん、言っていただきました、ね、まあ、もちろんその前の会社でそれなりにちょっと交流があったっていうのもあって、はいはいはい、多少の信用はあったと思うんですけど、うん、でその時にもうお前に日本を任せるからっていうことで、うん、まあ、僕とゆうさんですけど任せていただいたので、うん、あ、これだったらそのまあサラリーマンではありましたけど、うん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 、でもまあ比較的自由なことができるんじゃないかなっていうのがあって、なるほど、じゃあぜひやらせていただきたいということで、ポジションとしては、まあ、日本支社の社長みたいな、まあまあそうですね、社長まで僕は行かなかったですけど、はい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 、でももう本当に役員として迎え入れていただいてっていう感じでしたね、うん、本当ですか、はい、それはすごいですね、そうですね、急に入ってだって任すよってどういうことを言っていただいて、うん、まあまあ多少ですけど英語喋れたっていうのもあって、うん、まあ、その辺の会話とかもあるし、うん、まあ、何かあった時には彼らと相談もできるっていう立場だったので、うん、まあ、それだったら何かあれば相談してもらえればいいしっていうのもあったと思うんですけど、うん、でもまあそういうふうなことをやってる中で、うん、まあ、その祖父母の姿と、うん、まあ、そういう働いてる中で自分でこう何か運営していくとか計画していく、企画していくっていうのがちょっとマッチしたんですよね、うん、なるほどね、うん、まだ会社の役員ではあるけれども、こう企画側に回った、そうですそうです、うん、仕掛けていける側に回れたっていうのは、うん、そうですね、ちょっと良かったんですよね。20代、そう20代でしたね、そうですよね、はい、20代でそれでさ、すごい、ね、すごいよね、やっぱりこのはっちゃけど加減がなんかこいつやるぞって思わせたんですよね、うん、きっと絶対実績とね、まあ、そう、どうなんですかね、多分ですね、野球をやってたのも、うん、まあ、目立ちたいとか、はいはいはい、あの普通で終わりたくないとか、あ、まあ、そういうのが一つ理由があったので、はいはいはい、もう給料とかも
それこそサラリーマンの給料ってどんなものかも知らないのに、もう企画の対象はプロ野球選手ですから。それはちょっと、それはちょっと年収1億2億じゃないのみたいな、そういう考えを持ってたサラリーマン。選手の中でもいろいろありますからね。かなりそうですね。びっくりですよね。はいはいはい。さっきのイチローに似てましたけどね。そうですね。イチローさんに、イチローさんに失礼です。なるほど。ちなみにですけど、イチローさん僕の一個上なんですよ。で僕松井秀喜と同い年で試合させていただいたりとか、はい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 、試合させてしましたしました、はい、星稜高校まで試合したりすごい どうしよう脱線していっちゃいそう、そう同期がすごくすごいメンバーで、はい、今だとマリーナーズのあのマリーンズかの井口さんとか、はいはいはい、それとかその広島の元広島の黒田さんとか、あの辺がちょうど同期で、もうその本当にすごい時代にやらせていただいていたんですけど、まあ、そういうのもあったので、なおさらこう比較の対象がそこだったんですよ。なるほどね。あの方たちもだって何フリー言ってみればサラリーマン、何あの人たち。あの人たち自営業者です。自営業者。自営業者。だって怪我をしたら彼らはそれこそ次の年年収なくなるとか、うん。あ、そうかそうか。あ、一年契約。一年契約とか、まあ複数年とかもありますけど、うんうん、でも活躍しなければ契約して行けばいけないんで。あ、そうかそうですね。この方たちそうですね。業務委託と一緒。うんうん違う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 、でもまあそんな感じですね。そうですね、最近はあのそれこそそうですね、あの成果契約とかもできるので、どれぐらいの成績出したら年収いくら出すねとかっていうのもあったりするので、そういう意味ではやっぱりかなり自由というか、サラリーマンとはちょっと違う、違いますよね、位置だったとは思うんです。そっか。でもまあ年収まあここと比較してたけど、ちょっとその2番目の会社は企画側に回ったので、お、ちょっとフリーランスに近づいたぞ。そうですそうです、うんうん、それは楽しかったんですだから。ですよね、はい、でその話でちょっと日本トップになっちゃったっていう話も聞いたんですけど、うん、もう何でもトップになっちゃうんですよ。嫌でしょ、こういう人って。まあでも、ね、本当に羨ましい、ね、はい、まあ、そうですね、会社の方をやらせていただいていたので、うんうん、それはそれですごく楽しかったですね。そうですよね、はい、で日本トップの、ね、売り上げを作られて会社をこう支えたにもかかわらず、いいじゃないですかそこにいれば、ねね、普通そこにいますよ。そこまで行けばそんなに人いませんからね。そうですね、はい、普通はそうだと思います。行っちゃったんですよね、うんうん、行っちゃったにもかかわらず、うん、また路線変更しようたのに、そこがね、はい、そこね、すごいな、うん、ここが仁先生のね、あの、うん、みこしがついに現れたぞというところなんですけれども、まあそうですね、まあでもそれも、はい、そのまあ自分にかっこよく言えばですよ、うん、自分に正直にいたかったっていうのが理由なんですけど、うんうん、かっこいいよね。まあ、かっこよければですよ、うん、ただ単純になんか自分がどうなのかなっていうところだったんですけど、はいはいはい、そのまあネットワークビジネスなので、やっぱり皆さんにこう会社側としてはすごくいいビジネスですよと、うん、将来性もありますし、それこそさっきのじゃないですけど、年収もね自分で選んで好きなだけ働けば働きだっただけもらえますよとかっていうことは言えるわけですけど、いざその言ってる自分はサラリーマンだったんですよ。確かに。それが自分の中ではものすごくこう葛藤だったんです。なんでやねんと、うん、このビジネスすごいですよって言ってる自分がなんでやらないのっていうふうに言われなかったですけど、うん、言われた時に俺そういえばなんて答えるんだろうっていうのが自分の中でめちゃくちゃ葛藤だったんです。うん、確かにね、うん、経営者としてやれるよ、はい、やれるよ、自分が一番経営者になりたいのにみたいな、うんうんうん、そうですそうです。でそういうのがありつつ、うん、またそこでハトと振り返った時に、はい、やっぱりサラリーマンなので、はい、何時から何時働かなきゃいけないとかっていう、あ、拘束されるんですよね。そうですね。で、まあ、しかもその時にその、まあ、ちょっと役員的に入れてもらったので、うんうんうん、海外とのやり取りもあったんで、はいはいはい、普通に昼間のに日本時間の昼間時間働きつつ、そうですね、夜に夜も深夜に向こうとのミーティングとか、俺サラリーマンなんで普通の人以上と働いてないっていう。まあ時間は拘束されている。そうなんですよ。そしてあれっていう、でそうです、それであれって自分であれ言ってることとやってること違くないっていうふうにちょっと思い始めた時に、またおじいちゃんが出てくるわけですよ。おじいちゃんポイントポイントで、そうなんですよ。あれを見てて、あれおじいちゃんがやってた生活ってこうじゃなかったよなぁと。いやいやいや、あのおじいちゃん出てきちゃいますよ。おじいちゃんに、はい、思ってたので、はい、あ、じゃあこれは多分、はい、
うん、まあここまでできたから、うん、あいざもう自分はそのそれこそ大学生の時に出会ったネットワークビジネス、うん、あの時に感じた、うん、まあ可能性というかチャンスというか、うん、っていうのをそろそろ自分がやる番じゃないのっていうふうに思ったので、じゃあもうフィールドに出ようかなっていうふうに思いましたね。はい。そこまでのそのフィールドに出る前までっていうのはやっぱり営業みたいなこともやってらっしゃる。あもうあ営業っていうのがそのどっかに個別に訪問していくとかそういうことですか、うん、それはやらないか。そこまではしなかったですけど、でもそのセミナーとかで喋ったりとか、うん、まあ、もちろんそこでその説明とかはするので、うん、営業的なことはもちろんやってました。なるほど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 、はい、いや実はですね、仁先生は禅の輪が本業なんですけど、うん、副業もやってらっしゃるという。そうですね、はい、副業で、あいいんですか、この7番を7番出して副業、ごめん、副業って言っちゃいけなかった。いいですか、7番でいきましょう。7番、あ両2つ本業を持ってらっしゃるという。はい、そうですね、これがですね、じゃあスライドをお願いします。今これ副業の方ですね。はい、副業の方のサラリーマンをこれやらせていただいてます。サラリーマンでこんな、サラリーマンでこんなことするかっていう気がしますね。はい、いますけど、はい、そうなんですよ。でまあ副業、僕の中では副業としてサラリーマンを今やらさせていただいているんですけど、でまあそれは本当に営業です。まあ、全国各地を回らさせていただいて、いろんなとこ行ってます。次のとこは、はい、これ鳥取ですかね、うん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 、回らさせていただいて、でその次が宮崎ですね。あ、これ宮崎、すごいですね、宮崎、小倉のチキン南蛮、有名なお店なんですけど、はい、行かせていただいて、はい、次は岡山ですね。すごいですね、うん、こんなにいろいろ本当に全国今回らさせていただいて、はい、それこそ、あ、そっちの副業の方で、副業の方で、え、禅の輪も副業も両方両方やってます両方ね、全国、両方全国回らさせて、これ銀座ですね、はい、うん、都内に、だって昨日博多にいらっしゃったんですよね。あ、今朝までいます。今朝までいます。入りなさい、入りなさい。そんな感じでずっといろいろ新大阪も行きますし、うんうんうん、やらせていただいてっていう感じですね。それがですね、そのなんですかね、そのずっと関わってらっしゃった、ね、ネットワークビジネスとこの今の禅の輪と、そのお仕事がこの営業の方にもすっごい関わってきて、で後でね、これ第2部第3部であれですけれども、ものすごい大きい夢をお持ちでしてですね、はい、もうこれを語り始めたらきっとあの5時間ぐらい足りないですね、この50分番組では。そうでもね、ここの今のねお二つの仕事が素晴らしく関わり合ってるっていう感じが、はい、うん、なんかねすごいなって思うんですけれども。そうですね、あの、うん、まあ、だからネットワークビジネスやってて、自分でそのまあもともとその、まあ、本当に始まりはその祖父母がそういうのだったからっていうのがあると思うんですけど、このまあとはいえやっぱり自分で営業する、営業というか経営をするってなったら、それなりに自分たちの商品というかものっていうのを何らかの形でこう紹介していくか営業していくかしなきゃいけないじゃないですか。で、まあ、それはなので僕個人的には営業はすごく好きなんですけど、まあ、人と関わるのが好きっていうのもあると思います。ここがポイントなんだよ ね、 営業が好きって言い切れる人って、うん、ね、そうですね、あんまりいないですよ、ね、あんまりいない、ここからなんですよ、うん、営業が好き、うん、みんな営業が好きって、今ね、あとね10分ぐらいするとなりますその10分間ですね、じゃあね、そうですね、ちょっとここからはね、そうですね、これからはこうだっていうところも、うんうん、はい、はい、まあでもすごい面白いことに、その母方の祖父母がそういうのなのに、うん、母はめちゃくちゃ固い人なんですよ、うん、あ、そうなんですか。そうなんです、だから未だに私にその手に職持てって言うんです。あ、手に職持ったら安定するからって言われるんですよ。技術職、技術職、何でもある。技術職、エンジニア、エンジニアになれる。そうなんですよ。あ、そうか、エンジニアか。はい。まあ、何でもいいから技術を持っていけば食いっぱぐれることはないよって言われるんですよ。でも確かにそうですよね。そう言われます。はい、でも私は実際その、まあ、いろんな業界にさせていただきましたけど、うん、はい、手に職を持った人ほど将来は狭まると思ってるんですよね。これ多分不思議だと思われるんですけど、フリーでできるじゃないですか。はい、でも例えばじゃあ今その副業で医療系をやらせていただいて、今写真ちょうど出てますけど、顕微鏡を使うお仕事なんですよ。はいはい、で顕微鏡を使うお仕事なんで、うん、年齢いったら目が悪くなるじゃないですか、うん、老眼ということですけどね、そうなってくると、じゃあその仕事っていつまでできるのっていう、うーん、いい拡大
最強がそういうことですよ。そういうのがない限り、でも今まで裸眼でできたものを拡大鏡をつけなきゃいけないとか、そういうことですね。あるいはそれで対して顕微鏡を使うぐらいですから、ものすごい細かい作業をするわけですけど、じゃあその細かい作業をどの年齢までできるのって、確かに確かに、はい、いうふうになってきた時に、それをじゃあいつまで続けられるのかって言ったら、もうそれができなくなったらおしまいなんですよ、うん、まあね、うん、そうだね。要塞とか細かいね、手に職って言っても細かい仕事なんかできなくなってきて、ね、そうなんです。で、手に職をつけると大体そういうことで絶対起きてくるし、うん、常に技術を改進もうね身につけていかなきゃいけないしなってくると、やっぱり年齢いくとある程度きつくなってくる、うんうん、ましてやその時に、まあ、望みはしないですけど怪我をするとかした時に、まあ、病気になりましたと言った時に、じゃあ例えば手が1本使えなくなりましたって言ったら、はいはい、技術屋さん手が1本使えなくなったらどうするんですかってなるじゃないですか。なりますね、はいはい、でそしたらそれからじゃあもうその仕事できないから新しい仕事に行かなきゃって言ったら、高校生たちと勝負しなきゃいけなくなるわけですよ、新卒社員と。うん、それはまあ極端な言い方ですけどね。でも、うん、まあ、彼らと一緒じゃないですか、はいはい、そこの業界何も知らないわけですから、す、ね、じゃあそこに行くってなったら、はい、同じ若い人たちと勝負して一から始めなきゃいけないってなった時に、ね、手に職つけることはいいことだと思いますけど、うん、危険もはらんでると、うん、確かにね、思ってんですよね。手に職つけるとそれで一生行こうって誰でも思うからね、うんうん、でもそれが本当に一生続けられるのかって、うん、イメージしてもらっていいですか。そこね、考えたことね、うん、本当になくて、はい、何もなかったとしても、うんうんうん、年齢に伴って何かできなくなってくる可能性だって十分あるわけなんで、うんうんうん、そうするとじゃあその自分の将来設計どうするのっていうのを、うんうん、若い時は考えない中でやらなきゃいけない、ましてやまあ100年人生なわけですよね、はいはいはい、ってなってきた時にじゃあ、うんうん、定年になりました、そのから先どうやって生きるの、うん、っていう。だからね、ほんと考えてなかったんだけど、サラリーマンだと定年があって終わりが来るよ、じゃあどうすんのっていうのは誰でも考えてる、うんうん、手に職、誰でも手に職って思いますよね、うん、そうですよ ね、 ここね、普通はみんなそう思いますね、うん、だから資格取るとか、うん、そう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 、そのために勉強するためになんか学校とかスクール通ってみたいな、ですよね、はい、これね、気がつかなかったですね、はい、そうですね、だからそれはいいことだと思うんです、うん、決して悪いことではないですし、うんはいはいはい、それによってもちろん給料も上がるでしょうし、うん、っていうのがあるんですけど、うん、でもじゃあそこの業界から出るってなった時に、うん、全然潰しが効かないんですよ、確かに、はい、使えない。ただ営業さんって、うん、僕は営業最強説をいつも言ってるんですけど、営業最強説、どの業界に行っても通用するんですよ。うん、例えば今医療に私いますけど、うん、医療からアパレルに行ったって、うん、アパレルの営業として僕できるんですよ、うん、こっちですごい成績出しましたって、はいはいはい、日本一で医療の業界で日本一出してきましたよ、うん、だからアパレルでお願いしますって言ったところで、うん、アパレルの人たちはそっちでそんなにやってたんだったら、うん、それはすごいだろうって取ってくれるわけですよ、うん、そうか、そこの技術とかじゃなくてこっち何経験を買う営業さんっていうその何て言うんですか、うん、要するに紹介するとか販売するとかお伝えするっていう能力に関してのものなので、人と人ですからね、ビジネスの最小単位は。そうなんですよ、会社と会社じゃないんですけど、まあ物をお伝えするとかいうのもありますし、はい、もっと言うとどんだけ気に入ってもらえるかだと思うんですよ、うん、やっぱり最終的にもちろん価格とかいろんなもので物って買ったりすると思うんですけど、でもこの人から買いたいっていうのがあった時に一番買いたいじゃないですか、だからいかに人の懐に入れるかっていうのはすごく重要だなと僕は思っていて、そうですね、セールスのなんかそういう講座とかもありますよね、ありますよね、必ず自分を買ってもらいなさい、うんうんうん、そうしないといい、どんなにいいものでも買ってもらえないからって僕も教わりました、はいはい、っていうふうなことをやった時に営業ってどの業界でも潰しが効くんですよ、うん、だから何歳になってもできるし、はいはいはい、どの業界に行ってもいいし、要するに幅が広いんですよ、うんうん、なるほどね、で前に持ってたものそのまま持っていけるので、うんうんうん、はいはい、もう本当にいろんなことができるようになる、息の長いお仕事ですね。そうですそうです。はい。でそれこそそれに経験がまし加わっていったら、はいはいはい、ね、おじいちゃんだけどあの人すごいんだよ。うん、めちゃくちゃね、うん、人脈持ってるよって言ったら、うん、もう引く手間だなわけですよ。なるほど。そうですね。これからは営業だよ。絶対そうです。絶対そう思います。営業なら100万でいくよ。うん。営業最強ということですね。私そう思ってます。でもそうは言ってもですね。さっきのあの棒倒して流血騒ぎを起こすような元気のいいね仁先生が言うとですね、まあ普通営業苦手っていう人が多いじゃないですか、まあそうですよね、普通 ね、 やっぱり、はい、あの日本人シャイだから、うん、はい、
ね、あの人の懐なかなかねっていうところがみんな思ってると思うんですけど、うんうんうん、ここがこうネットワークビジネスでこうちょっとこう違った営業をされているっていう、ね、まあ、違った営業というかネットワークビジネスってそれが自分で自由にできるじゃないですか、うん、自由にできるっていうのは、まあ、僕は今本業がね、ネットワークで副業でサラリーマンって言いますけど、うんうん、普通は逆ですよね、はいはい、普通にサラリーマンをやられてて副業としてそういったサイドビジネスなんかしますってなると思うんですけど、本業があれば変な言い方ですけど、うんうん、こっち潰れても大丈夫じゃないですか、まあそうですね、だからどんな実験でもできるわけですよ、うん、実験、まあ、言い方悪いですけどね、はいはいはい、こっち側で本業である程度生活できるだけの収入さえあれば、うんうん、ネットワークビジネスをやりました、はい、いろんな方とお付き合いしていく中で、うん、はい、例えば仮に失敗してしまいましたとしても、うん、自分の生活全然痛くないじゃないですか、うん、本業あるわけです、はいはいはい、じゃあやったらこれで試せばいいわけなので、はいはいはい、でネットワークビジネスを、まあ、は特にこういろんな人と関わったりとかするっていうお仕事の中で、うんうんうん、どうやって人の中にこうこうそれこそ自己啓発セミナーとかさっきおっしゃっていただいたように、うん、いろんなことを学ぶわけですよ、はいはいはい、それを実践していく場はがネットワークビジネスなんで、うんうん、なるほど、やってみりゃいいじゃないかと。そうです、そうです、失敗したっていいじゃんっていうことなんですよ、はい、失敗したっていいじゃん、うん、アウトプット大事ですよね、絶対そう思います、はい、アウトプット大事、はい、なるほど、じゃあインプットしなきゃダメだね、じゃあまずね、うん、でもそれはそういう専門の人というか専門というかもうそういう先輩、うん、諸先輩方がいらっしゃるから、その人たちから学べばいいだけですよ、いらっしゃいますね、まさに、はい、じゃ学ちょっとだけ、じゃその学びをちょっとここで教えてどうやって第一歩じゃあね、うんうん、だってさどうすんの、営業やったことない人がよしやってみようって言った時に何から始めればいいですか。あ、でもですね、それ実はこの前ついこの間質問を受けた、はいはいはい、それこそ実は皆さん本当にあのみんなに私嘘でしょって言われるんですけど、はい、こう見えてめちゃくちゃな人見知りなんですよ絶対皆さんに嘘でしょって言わせていただけるんですけど、信じられない、すごい人見知りなんです、はい、なので私一番最初何始めたかって言ったら、はい、レストランに行って店員さんに今日のおすすめなんですかっていうのを聞くところから始めました。今日のおすすめなんですか、これで聞けますよ私。だからできる人は向いてるってことですよ、僕それができなかった人の、これができれば向いている、向いてます、向いてます次は次で、それでそこで大体そういうふうに言われて、だって 100% 断らないじゃないですか、はい、その人、うん、店員さんにですよ、今日のおすすめなんですかって言って、いや、はい、お断りします言われることってまずないでしょそれはないです、絶対に。例えばアルバイトの子だって、はい、あのいやでも私もあんまり食べたことないんですけど、でも私食べてこれ美味しかったですとかっていうのは絶対言ってくれるわけですよ、はいはいはい、すね、100% 断られない状況なんだから聞けばいいじゃないですか、うんうん、聞きます、ね、でも皆さんその大体営業が苦手っていうことはそれすらできないから始めるんで、なるほど、私はそれで練習したんです、ただ単純に。でじゃあその断られるかもしれないシチュエーションっていうのにいつ進むんですかでもね、それでやってるじゃないですか、そうすると今度はそこから何をするかって言ったら、その店員さんの話を広げていくんですよ。すごい、それはすごい、それを練習しました。だから本当にそんな忙しそうな店員さん捕まえて、忙しそうな店員さん捕まえて、うん、でおすすめなんですかって言われて、これですねって言ったら、次のおすすめは何ですかとか、うん、なんでこれおすすめなんですかとか、実際食べましたとか、なるほど、いうふうに聞いて、嫌な客、嫌な客です、はい、でもそういうふうにやってるうちに今度は、え、出身どこなのとか、はいはい、なんかちょっとなまってたりとかするじゃないですか、はいはいはい、ちょっとなまってるけど、それ出身もしかして関西とか、はい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 、福島じゃないのとかっていうのを言ってると、はいはいはい、なんでわかるんですかとか言われると、はい、そこから話が盛り上がってとか、へ、いうのができて、そうすると何がいいかっていうと、はい、絶対こっち目にかけてくれるんですよ、店員さんが。店員さんがね、気にしてくださるんで、はいはいはい、僕らのことを、はいはいはい、あ、そっか、そこにちょっと普通の店員じゃ、あ、お客じゃないから縁ができちゃう、そうです、そうです、そこにちょっとつながりができちゃう、うんうんうん、そこでのコミュニケーション、一回しか行ってないのにもう常連的な、そうなんです、そうなんです、はい、そういうのができる、二度と来るな、だからそこなんですよ、ポイントはそこなんです、ネットワークビジネスで嫌、はい、っていう人たちはそれを失敗するんです、はい、心配するする、はい、だからそこで嫌われないけど、あの人たちだったら楽しいなとか、また来てほしいなって思ってもらえるような話をできるように練習すればいいだけ、ニコニコやればニコニコだけじゃダメだよね、まあ、でもその話の内容もなんか尋問するように言っちゃダメだよ、最後の言い方尋問でしたけどでもあれですよね、食べ物やるならできるそうそうそう、でもそこで練習しました、練習、ね、本当に練習をそういうふうにして、でたまたま私の周りにはそういうのできる人がいっぱいいたんですよ、うーん、本当に私の一番 あのこの人尊敬するっていう人は、はいはいはい、教習所に行って奥さん捕まえてきた人がいるんですよ、
教習所で奥さんを捕まえてきた。おかしいでしょ。ナンパですね。そうです、教習所は免許取るべきところなので、うん、教習所に行って奥さん取ってきたんですから、ね、それを言っちゃでもね、学校だって学ぶべき場所なんです、まあ、そうですけど、そうそう、でも教習所ってたかだか何週間何ヶ月の話じゃないですか。それなのにそのなんていう、まあ、彼女を見つけてきて、はいはいはい、結婚にまで至ってるわけですよ、うん、なんでって言ったら、うん、その人はやっぱそういう人だったんですよ。もう全然最初はなんか下心も何にもなく、はいはいはい、ただ単純に隣に座ったので、はいはいはい、僕も始めた勉強ば始めたばっかりなんですよ、なんかこれから楽しみですねとか、はいはいはい、多分そういうことから始めたと思うんです、はいはいはい、でもそれがもう会話盛り上がってったら、うちに向こうも多分緊張してたのをこの、ね、彼のおかげでちょっとほぐれてとかなって、はいはい、通うのが楽しくなって、うん、一緒にいるようになってっていう、そういうことだと思うんですよ。まあとりあえず話してみようか誰でもいいから話してみようかみたいな感じですね。まあまあそれは多分一つ言ってます。でその中でなぜ私はそのさっき言ったレストランの店員さんって言ったら 100% 断られない環境なので、そこから始めよう、うん、はい。でもいいかもしれないですね、おすすめを聞いてみると。そ、うん、そうです、おすすめを聞いてみる、なんか小学校の授業みたいな人みんなでこう仲良くなるためにこうコミュニケーションを取ってみようみたいな、ね、今日はやけにおすすめ聞かれるなみたいな今日の客みんな聞くぞみたいなねみんなで行ってみます、順番にちょっと最初に座って次私はい、面白い。そうかそっからなんですね。そうですね、だからそれで僕はそう営業っていうのはすごくいいし、こうやってて本当にコミュニケーションを取るためのツールに私にとってはなってるんですよ。いいですね、はい、だから今その本当に医療の方で営業もさせていただいてますけど、うん、普通の営業さんと違うね、初めて見たタイプだよって言っていただけたりとかするのは、そこをちょっと営業さんってきっと皆さんそういうことにこう意識してらっしゃると思うんですけど、普通の営業さんと違うねっていうここがね、どんな風に違ったのかな。多分僕販売しようとしてないです。語弊のある言い方ですけど、仲良くなりたいんです。その人と仲良くなっていきたいのが一番の目的なので、その中で向こうのニーズとかも聞けれるじゃないですか、仲良くなってくれば。そしたらそれに対しての答えを出すだけなので。なるほどね、はい、そこですね、うんうん、仲良くなること、うん、そうそう、営業さんってどうしても売るが先に来るから、そうですね、自分の商品の会社の紹介をするわけじゃないですか、うんうん、でもそれをすると向こうは必要ないものを紹介されたって気持ちよくないわけなんで、だったら、されたくないですもんね。そうそう、だったら向こうが欲しいものは何なのかを聞いてあげて、それに対して答えをあげれば、うん、なるほどね、はい、もうこれは営業だ、こっからは。そうです、でそれが学べたのは私はネットワークビジネスがあったからなので、ネットワークビジネスで学べる。そうです、だからネットワークビジネスはやっていただけて、そういうのを学んでいただければ、うん、それがそういうふうに営業とかにも役立ちますし、うんうん、僕は結果的にそういうふうにやると人生豊かになると思ってるんですよ。そうですね、例えばそのネットワークビジネスだけでこう生きていくとかでなくても、うんうん、すごくいい、よく聞きますよね、ネットワークビジネスで成功できる人は何でも成功できる、うんうんうん、そうですね、うん、聞きますよね、うん、それは多分そういうふうなコミュニケーションの仕方とかっていうのを知ってるからだと思うんですよ。そういうことですよね、はい、だからそれこそ私今出張先で僕温泉自分の実家がね、うんうん、ありますから好きなんですけど、はい、必ず大浴場とか行くんですけど、まあ毎回じゃないですけど、うん、でもまあ隣におじいちゃんとか来たりすると僕話しますもん、本当ですか、おじいちゃん全然話します、でなんでどっから来たのとかっていう話とかしてるんですけど、それで仲良くなりますからね。片時もゆっくりしないんですか、ね、でもそれは僕の中では全然ゆっくりしてる時間なので。あ、そうなんだ、はい、もう普段の生活の一部なので、はいはいはい、だからそれをもちろん最初の頃はさっき言ったように人見知りなので、はい、もう意識して喋りかけましたよ、はいはいはい、なので緊張しましたし疲れましたし、でも今はもう別にそれも普通に持っていけるぐらいな, ったなるほど。だからなんかこういろんな人と話したりする時とかも、うん、いろんなものを話を聞くのもできるようになりましたし、だいたいどんなことを喋ってどんなことを聞くのができるかとかっていうのもできるようになった、はい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 、その結果が私はだからなんて言うんでしょう、そのネットワークビジネスもちろん成功したらいいと思いますし、皆さんにも成功してもらいたいなと思いますけど、でも結果的に友達が増えるとか、うん、輪が広がるとか、ね、こういう範囲が広くなるとかっていうのは、うん、結果的には人生をめちゃくちゃ豊かにするじゃないですか。そうですね、うん、だからそれ ね, ね、まあ経済だけじゃなくて、まあいろいろラッキーなことがいっぱいある、ね、そうですそうです。でそれでまた今度じゃあおじいちゃんに戻っちゃうんですけど、父方のおじいちゃん父方のおじいちゃんたちはって言った時に、やっぱりサラリーマンで終わってて、あくまでその地域から出てないので、輪は広くないんですよ。
確かに。その住んでたエリアではめちゃくちゃ人気者でしたし、いいおじいちゃんですけど、うん、じゃあその外の世界はって言ったら知らないんですよ、うん、いやでもそうですよ、ね、普通のサラリーマンってだって会社と家の往復だから、はい、会社辞めたらだって そこに自分の居場所があったんだけどなくなっちゃいますよね。そうなんです。でもそういうのありますね。そうです。それが不幸かどうかどうかは分かんないですよ。全然いい、うん、いい人生だったと思います、うん、でもより豊かにしたいんだったら、うん、いろんな人と関わっていくことで、うん、いろんな経験を、うん、実際自分がしてなかったとしてもそういう経験って知れるじゃないですか、うん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 、そういうのっていうのは人をもっと豊かにしていくなっていうふうに思うので。そうですね。そういうコミュニティを本来助けるのが SNS なんですよ、はい、本当はね、はいはい、でそれは多分それを営業に使ってる時人もいるんですよね、もちろん、はいはい、でそういうのをできる形がネットワークビジネスですし、 それによって、はい、まあ、要するにそのさっき言った通り本当に本業でちゃんとしていれば、うん、失敗もできるわけですよ。そうですよね、まあ、でいろんなことが試していける中で、うん、こっちである程度、うん、そういうふうな人生の豊かさみたいなものを手に入れられれば、うん、それはそれで大成功じゃないですか、うん、そうですね。だからもういいんだ、とにかくやって学べるものは学んで、でいろんな風に活かせていける、で身につくものがいっぱいある、うん、そうですそうですっていう場所がネットワークビジネスだっていうことですね、はい、もちろんそれでこう成功する人は経済的にも豊かになるし、うん、でも、うん、そうならなくても得るものっていうのがいっぱいある、はい、いっぱいあると思います、あるってことですね、はい、っていうことですね、はい、そうですね。ちょっとあのスライドをもらっていいですか。この人にもあったっ。そうですね。これもだからそれこそその、ね、はい、貧乏父さん金持ち父さんの、はい、ね、ロバート清崎さんなんですけど、うん、ラスベガスに行った時にちょうど講演をね、うん、あの聞かせていただいて、うん、でもそういう時は本当に遠慮しないので、それこそそういう性格が私行きましたので、はい、ホテルにね、もう部屋に帰ってこれからご飯食べようっていう時に捕まえて、はい、写真撮らせてくれ ってやりましたけど、ロバ清さんも結構有名ですからね、はい、知らない人は多分いない。そうですね。だからそれこそ本当にもう彼のことを学んで、うんうんうん、自分がその、まあ、漠然と思ってた両夫の祖父母の姿っていうのを形にちゃんとしてくれたのはロバート清崎さんですね。貧乏父さん、金持ち父さん、うん、はい、はい、そうか。そんな中でね、あのネットワークビジネスって、うん、今いろいろあると思うんですけれども、人生がこう禅の輪にねこう入っていただいて、うん、こうみんなを引っ張ってくれるっていうのにはやっぱり何か禅の輪っていう、まあそのネットワークビジネスってさっきもちらっとお話しさせていただいたけど、うん、そのやり方間違えるとすごく嫌われると思うんですよ、うん、そう、なかなかいろいろね、ありますよね、うん、ありますよね、はい、でその時にやっぱりどうしてもそのビジネスに偏るとかっていうのもあったりする時に、うん、あの誘い方とかっていうのはやっぱりちゃんとしないとダメだと思うんです。そうですよね、はい、そこがきっと一番ね、いろいろと大変なんじゃないかっていう。でその中でじゃあなぜ私が禅の輪なのかっていうと、うん、その会社の理念と会社の仕組みとそれに関わってる人が全部一致してたんです、うん、なるほど、人と理念と、うん、そうです、そうです、はい、今までは理念はすごく良かった、すごくでも仕組みが全然それに伴ってなくて、結果的にそれを、まあ、要するにこのこっちの仕組みを生かそうとした、うん、まあ、ちょっとこう心ない人たちっていうのが集まってきてしまって、うん、悪いやり方を紹介してまで行こうっていう風になってたっていうのはあるんですけど、そうか、嫌われる原因、そうです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 、うん、それが今すごい一致しているので、うん、はい、だからやろうとしていることとそれに伴って得られる結果っていうのを目に見えてはっきり分かる、うんうんうん、仕組みもいいと、うん、でやってる人たちもいいと、うん、いいと、はい、っていうのが分かった、分かります、はい、っていうことですよね。そうですね、数あるネットワークビジネスの中で、はい、なるほど。だから選んでやっぱりそういうのも、まあ、選んで、そうですね、うん、それはもういろいろ経験させていただいた中で、うん、まあ、私はもうそれを見る目を、まあ、少しなりとも養わせていただきましたし、ただまあ皆さんが皆さんそれはできるわけではないと思うの で、うん、そうですね、まあ、そういう中ではまあ多少僕みたいな経験ある人たちのことを少し聞いていただければ、はいはいはい、まあ、ちゃんと僕らは説明できるんで、はい、こういう理由でこういうところからこういうふうな会社ですよ、はいはいはい、そうなんですね、そこなんですよね、うん、今ほらいっぱいあるけど、うん、どこ選んでいいかわからない、ね、わかんない、ね、うん、やってみたいなって、ね、はい、思うじゃないですかみんな、うん、はい、だけどなんか悪い噂も聞くし、そうですね、でいいところもあるよって聞くけど、え、じゃあどこ、はい、みたいな、あと1分ですね、はい、はい、ところなので、はい、そこら辺はじゃあもう知ってる人が説明し、うん、
してくれるんですよね。そうですね、はい、私も説明させていただきますし、はい、何かあればそれこそ連絡いただければ、はい、わかりました、はい、もっともっと聞きたいんですけど、うんね、ちょっと時間足りない感じですけど、この前にね、あのあれですよね、みこしのおじいちゃんに一回戻りたかったんですけど、はい、もうあれがね、もう本当に自由、自由、うん、自由に生きる、ね、はい、おじいちゃんありがとう、ね、腰のおじいちゃんね、営業だよ、はい、こちらですね、営業で自由に生きるよ、ゼノアで自由に生きるよって、うん、もうね、おじいちゃんがもうかっこいい、かっこいい、ここにルーツがあるっていうところでね、はい、またね、あのお話ね聞かせていただければと思います、ぜひぜひ、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、ぜひお願いします、はい、それではですね、はい、皆さん、今日人生のお話とか、あと製品に関してね、あのご興味がある方はこちらの QR コードで友達登録をしていただいて、はい、どうぞ、はい、はい、いろいろ入れてください、よろしくお願いします。それではですね、来週も楽しく元気にやってまいりたいと思いますので、はい、はい、来週も見てください、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。